チー国の原子力潜水艦が、イギリスの空母を尾行しているらしいぜ。ほう、バレずにうまく尾行できるといいわね。これがナレイム。秒で発見されたらしいぜ。出会って2秒で発見。これは気になるわね。ということで今回は中国の原子力潜水艦が A 空母に近づいた次の瞬間。お送りするぜ。皆様の意見をコメントしてね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。さて、2021年9月10日、鹿児島県の奄美大島の東の海域で、接続水域外を C 国軍籍とみられる潜水艦が戦没しながら北西進していることを海上自衛隊が確認した。あらら？今度は日本？一体何してたのよ。この事案について防衛省は、鹿屋基地、厚木基地の対潜哨戒機 P1、および那覇基地の P3C、第4護衛隊軍護衛艦さざ波、第2護衛隊軍所属護衛艦春雨による追跡を命じた。その際、潜水艦に付随し同行している中国海軍のルーヤン3級ミサイル駆逐艦1隻も確認したそうだ。実戦形式の訓練だったのかスパイ活動だったのか、それとも餃子の差し入れか。戦没潜水艦は同日午前、奄美大島の東の海域、接続水域内を北西し、同月12日午前には鹿児島県の横当島の西南西の海域の接続水域外を前進していることも確認された。また、この2日前に南シナ海から太平洋に向かう英国海軍クイーンエリザベス空母打撃群は、密かに接近追従する C 国海軍の攻撃源泉を含めた3隻を発見したんだ。おお、イギリスにも差し入れか。でもイギリスの人は餃子とかチャーハン好きなのかしら？好きだろきっと。まあ、その時クイーンエリザベス空母打撃群は、南シナ海から、フィリピン北のルソン海峡を通って太平洋に抜けるルートを航行中だった。クイーンエリザベスを護衛中のフリゲート艦検と、およびリッチモンドは、アクティブソーナーを発することで潜水艦を探知していたとみられるな。アジアの問題児がイギリスにも迷惑かけているわけね。はあやだやだ。C 国側の行動については、英国海軍クイーンエリザベス空母打撃群についてのスパイ活動であると考えられる。このようなことから防衛省は、当該戦没潜水艦に随行していた、ミサイル駆逐艦が C 国海軍所属の艦艇であったこと、そしてこれまでの活動から得られた様々な情報を総合的に勘案した上で、この戦没潜水艦が C 国海軍所属の潜水艦だと推定したとのことだ。習近平様は何がしたいのかしらね。いろいろな国にちょっかいを出して、後で盛大なしっぺ返しが返ってきそうだわ。2022年12月、米国とオーストラリアは6日、ワシントンで外務防衛閣僚協議を行い、C 国の軍事的な台頭を念頭に共同補強を取るため、日本との防衛協力を深化させていくことで一致したな。南シナ海はこの3国の連携で守られる感じか。協力していきましょう。また、日本に対しては、豪州での軍の巡回配備への参加を探ることでも合意したな。豪州のリチャード・マールス副首相兼国防相は共同記者会見で、米国との軍事面での協力強化について、我々の地域におけるバランス確保という観点から非常に重要だ。日本との連携をより深めていけることを期待していると語ったぜ。うん。ずっと仲良くしていけたらいいわね。米国のロイド・オースティン国防長官は、豪州での共同作戦への日本の参加を求めていく考えを示したな。そんな日本は近年、豪州との外交関係の強化に動いているが、第二次世界大戦後は平和主義を掲げており、防衛協力にはより慎重な判断が求められているんだ。いえば、専守防衛よね。そんな日本も含め、最近、C国周辺諸国は団結しているな。あの警告でさえ日米に同調していく姿勢を示しているぜ。うん、今更だけどね。さらにインドもより協力的だし、フィリピンも空軍基地を日米に開放しているな。いい感じに C 国軍拡抑止の連携が取れてるわね。C 国軍が俺たち強いんだぞ、と外国に向かって言っている中で、こうした団結は大いに抑止になっているはずだな。さて、ここに来て、実は C 国は軽い戦争以外の戦争をするつもりはないんじゃないか？という疑問があるんだ。軽い戦争ならいいのかドン引き。南シナ海、台湾海峡、尖閣諸島で、C 国軍は自分の方から米軍台湾軍と自衛隊を挑発しているが、普通こういう軍事挑発行動は戦争準備ができてから始めるものだ。にもかかわらず C 国は戦争準備真っ最中だな。順番が逆なのよね。すなわち C 国はこう考えているんだ。C 国は簡単に勝てる戦争以外はする気はないが、アメリカも C 国と戦争をするつもりはない。だから C 国の周辺国を物量で脅し続けると同時に、C 国がアメリカと友好的関係を維持していけば、アメリカは本当に助けてくれるのか？と疑問を持つ日本。フィリピン、ベトナム等の相手国がビビって引っ込む、
C 国のアジア派遣を認めて従属国になるはずだと考えて、気長に脅し続けているというわけだ。ああね。そう考えてるのは中国さん、あなたたちだけなのよ。つまり、C 国は本格的な戦争をするつもりはさらさらなかったゆえ、戦争の準備はしていなかった。だが、昨今アメリカが C 国との友好関係を捨てて牙を、向いてきたので、慌てて戦争の準備をすると言い出したわけだ。そして、C 国は自分は実際に戦えば弱いと知っているんだぜ。C 国の理想の戦争は、C 国軍が出ていけば相手が逃げていく戦争だからな。うん。武士道精神も騎士道精神も何もないからね C 国。ああ。C 国人は戦士の心を持たない。商人の民族なので、自分さえ良ければいいが基本だ。すなわち、相手が一般住民や大した武器を持っていないとき、自分の身が安全なときには我先に戦うんだが、相手が強いと思えば途端に戦意を喪失してしまうのが C 国の軍隊なんだ。ほう。まさに商人ね。例えば、南シナ海で C 国船数百隻とベトナム船数十隻で船体をぶつけ合ったり放水したりして戦った時には、ちょ、何その低レベルな戦争。C 国人は自分たちが圧倒的に有利だと思っていたから、勇猛果敢に船をぶつける戦法をとっていたんだな。だが、その後ベトナム国内で反中デモが起きて、少数の C 国人が、武器を持たない多数のベトナム人ボートに包囲されると、C 国人は先を争って C 国へ逃げ帰った。商人っすなぁ。この時のデモはベトナムの完成デモだったんだ。このベトナムの事例からも、未だ C 国人には自分の方が強いと思えば攻撃的になり、自分の方が弱いと思えば一目散に逃げ出す特性があると判断できる。だから習近平主席も戦って勝てる軍隊の実現を目指しているのだろう。だから兵器の数にこだわるのね。単純。それにミサイルとか無人機とかが好きなのも納得できるわ。そうじゃないと軍隊が弱気になってしまうから戦いにならないものね。でもね、アメリカはボクシングする気満々よ。日本だって刀を研ぎ始めているわ。喧嘩をやめるなら今のうちよ。だな。話は変わるが2023年4月、台湾周辺の海域を撮影した。衛星画像が、睨み合う中隊の十数隻以上の海軍艦艇を捉えたな。台湾を取り囲む海域で C 国が行った軍事演習最終日の緊迫の瞬間だぜ。一触即発溢れちゃうよ、歌ってる場合じゃないぜ。分析されたこれらの画像には、台湾島の北西、東、南の沖合の5地点で演習を行う C 国海軍の戦艦と、それに対峙する台湾の海軍及び沿岸警備当局の船舶が捉えられている。台湾側は領海内への侵入を阻止しようと警戒態勢を強化しているな。台湾が疲弊するのを狙ってるんでしょうけど、これじゃいつ開戦してもおかしくないわよ。だな。C 国共産党指導部は台湾を C 国の一部だと、主張しているが、2350万人が暮らす台湾を統治したことはないぜ。この先も一生無理でしょうね。台湾にアメリカがついている限り、そんな C 国政府は4月8日、台湾周辺で3日間の軍事演習を行うと発表した。アメリカのケビン・マッカーシー下院議長が、訪米した台湾の、蔡英文総統と会談したことに対する対抗措置としたわけだ。C 国は蔡を台湾独立の推進を図る分離主義者と呼んでいるな。これだけ会話能力の乏しい C 国に対して台湾は交渉のしようがないわよね。国のトップも言葉が通じないし。蔡は台湾住民に向けて行った演説で、C 国政府の反応について、地域の、大国として責任ある態度ではないと軍事演習による威嚇を非難したぜ。習近平、あなたのことよ。もう手がつけられないわ。どうしましょ。分析した衛星画像は、欧州宇宙機関 ESA の地球観測衛星センチネルによって撮影されたものだな。少なくとも13隻に及ぶ台湾と C 国の艦船が威嚇し合っている様子が捉えられているんだ。南側の海域でも台湾の船舶5隻が対応しているぜ。ないとは思うけど、餃子の差し入れに来た可能性はない？ないぜ。このせめぎ合いは、おおむね台湾の接続水域内とその周辺で起きていたというな。じゃあ肉まんの差し入れは、ないか。台湾のテレビニュースはこの日、台湾の艦船と C 国人民解放軍海軍の、艦船との間で交わされた、緊迫した無線交信の内容を放送した。台湾側の艦船乗組員が機関の行動は台湾海峡の平和、安定、安全保障に深刻な打撃を与えている。揉め事を起こし、安全保障のリスクを増す行為はやめなさいなどと言っているのが放映されたんだ。地域の暴走族に交通安全課が言っているみたいなノリね。それが道路じゃなくて海路だってだけで、我々の接続水域である24海里以内にあくまで入ると、言うなら、我々は排除のための行動を取らざるを得ない。そして無線の向こうの声はこう応じているな。24海里の接続水域など存在しない。
台湾は C 国の不可分の一部だ。中台海峡の平和と安定を損なうのは台湾の独立だ。おお、海の暴走族がなんか言ってますな。これに対して台湾海軍の船舶はこう伝えたぜ。我々は平和と安定を願っている。我が国は軍事対立を望んでおらず、平和と安定を願っている。お互いまるで会話のキャッチボールできてないわね。速球投げ合ってるみたい。人民解放軍の発表によると、 C 国側が連合利権と呼ぶこの軍事演習は、爆撃機による攻撃や高精度ミサイルの発射をシミュレーションしたというな。台湾国防部によると、 C 国は演習最終日の12時間で約90機の戦闘機からなる九州部隊と12隻の戦艦を台湾周辺に派遣。これまでで最大の規模だったんだ。いやー、多分餃子の差し入れか何かよねこれ。もしくは麻婆豆腐とかチャーハンの差し入れだったんじゃないの。いや、ルーローハンの差し入れかもしれないぞ。台湾料理を差し入れるようなら争いになってないでしょうよ。視聴者の皆さん、 C 国と台湾の対立についてどう思いますか？コメント欄で教えてね。さて、アメリカは C 国が強そうだから戦うのはやめようとは考えないわけだ。むしろ争いごと好きそう。アメリカは C 国がそう出るならば、もっと軍備を増強すると考えるだけのことだ。あれ、おかしいな。と C 国軍は思うわけね。C 国軍はこちらが手強ければ、核兵器もあるし、アメリカは、直接中国を攻めることはないとすっかり決めつけている。だから C 国人の中には隙をついて電光石火で台湾か尖閣を取れば、ロシアがクリミアを取ったように経済制裁をかけてくるぐらいだろうと考える人ばかりだぜ。甘いわね。ミニストレート食らうわよ。まあ実際に C 国軍のトップが夢に描く展開にはならないと思うが、C 国の術中にはまらないためには、周辺諸国が本当の戦争になったら C 国人は弱いということを、もっと認識すると、より戦争の危険は減退するな。ほう。なるほどね。C 国のトップが戦争を命じて C 国軍人が命令通り戦うのは、自分は大丈夫と安心できている時だけだぜ。もしくは朝鮮戦争の時に毛沢東がやったように、前線の兵士を後ろから銃で狙っている時だけだな。同じアジア人だけど、日本と比べるとほんと精神力弱いわね。ああ。それに南シナ海でも尖閣でも、数百隻の大船団を組まなければ怖くてやってこられないだろうな。ミサイルばっかり撃ってきそうね。あとはドローンにお任せスタイルだわこや。 C 国海軍についてはまともな海戦を経験していないので、強いか弱いかは判断できないから、陸軍の戦歴を見てみると、例えば日中戦争では、戦闘においてほとんど常に日本軍がわずかな兵力で C 国側を圧倒していた。弱いわね。朝鮮戦争の長身この戦いなどでも、 C 国人民志願軍は激戦の末、国連軍となっていた米海兵隊を撤退させたが、数で勝っていた C 国側が圧倒的な被害を出したことが分かっているぜ。ベトナムに侵攻した時も負けているな。弱い。弱いでござるよ。これを踏まえれば、人民解放軍の陸軍の弱さは歴史的に証明されているんだぜ。油断大敵だけど、こうして考えると弱く見えるのよ C 国って。これからも C 国から目が離せないぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。